こうして真のレジェンドニャンコたちを解放したニャンコ軍団は、はるか昔の古代を制圧した。ついに、ニャンコ軍団と、レジェンドニャンコたちによる、猫類の創生が始まるのだ、と思ってたけれど、結局、僕たちの住む世界が猫たちで、溢れかえることはなかった。変わったことといえば、ちょっとだけ、自由気ままに生きる人たちが増えた。それくらいだ。そういえば、この前、僕が脱サラして開いた喫茶店に、にゃんこ研究家かっこ猫たちが集って、こそこそ話をしていたんだけど、にゃんこたちは古代で、伝説のにゃんこたちを救出した後、人類の祖先に出会って、仲良くなったらしい。その後、黄金に光る大きな木から、古代神と名乗る人物が現れ、異世界にいる賢者を探してほしい、と告げて、夜空に浮かぶエネルギーの大図に、黄金に光る猫缶を書いて消え去ったという。僕が猫たちに注文を取ったら、カフェオレ、コーヒー抜き、と言われ困惑したことを今思い出した。古代神が告げた、賢者とは何者なのか、僕には想像もつかないけれど、また猫缶を追いかけ、にゃんこたちは次元を超越した世界へ、旅立ったんだろうね、かっこわら。そんなわけで、おめでとう、にゃんこ軍団。いってらっしゃい、にゃんこ軍団。にゃんこ軍団よ、ゼロの世界へ。